N95 マスク定量フィットテスト。この動画では N95 マスクが正しく着用できているかを確認する定量フィットテストについて解説します。定量フィットテスト。ここでは米国労働安全衛生局OSHAの基準を例に解説します。チューブが接続された N95 マスクを本体の鏡を見ながら着用します。試験者の指示に従い次の動作を行います。OSHAの基準ではご覧の8項目のエクササイズによる負荷でのフィット性の確認を行います。標準的な実施所要時間は10分程度です。1、通常の呼吸。2、深呼吸。3、頭を左右に動かす。4、頭を上下に動かす。5、大きく口を開けてあいうえをかきくけこと発声する。6、顔を歪める。7、お辞儀をする。8、通常の呼吸。パスという表示であれば合格です。定量フィットテストで不合格だった場合、テスト結果の表示画面ではどの動作で合格しなかったかがフェイルと表示されます。トレーニングモードの値を見ながら調整することも可能です。トレーニングモード。柴田化学製 MT-05U 型ではトレーニングモードの利用が可能です。トレーニングモードでは実際の漏れ率やフィットファクターの値を見ながら N95 マスクの調整ができます。フィットファクターと漏れ率の換算の目安についてはご覧の通りです。例えばフィットファクター100の場合は漏れ率が 1% ということになります。フィットチェックモード。 MT-05U 型ではフィットチェックモードの利用が可能です。試験ガイドを使用することでマスクに穴を開けずに簡単な漏れ率測定が行えます。記録。最後に自分に合った N95 マスクの種類、サイズ、漏れ率を記録しておきましょう。